こんにちは、青木美沙子です。いちごのキティちゃんネイルをご紹介します。一度塗り、私一度塗りしかしてないんですけど、結構発色がいいのでおすすめのネイルになります。安いネイルで今100均ネイルもすごくいろいろなのが出ていて、ネイルシールでも100均のが出てたりとか、私のおすすめはこの白、キティちゃんのベースになってる濃密っていうやつなんですけど、これはかなり使えるのでおすすめです。あんまり白いネイルを全部塗るっていうことはないと思うので、わざわざ高いものを買うよりは、安い100均とかで集めるのもおすすめです。今日のお洋服がピンクと赤のモチーフなので、今回ピンクと赤を入れたネイルにしています。ネイルもファッションの一部だと思うので、まずファッションを決めたらそれに合うネイルをやるのもおしゃれの一つかなと思います。いちごネイルのポイントなんですけど、まず赤いネイルを全部塗って、で少し乾かしてから上のアートをつけていきます。緑のヘタの部分なんですけど、チョコレートネイルのチョコレートが垂れているのと一緒の感じで、ドットの部分は目立つ白いネイルを使って、爪楊枝ですね、使って小さいドットを細かく描くと、よりイチゴっぽいリアルな感じが出るので可愛いかなと思います。真ん中のキティちゃんネイルなんですけど、すごくリボンを描くのは難しいので、ハケを1,2,3 ってドットを描くような形で3つ続けて並べると、かわいいリボンになります。マッキーのペンを使って目とひげを描きました。あとキャラクターで耳とか体全体を描くのは初心者としては難しいので、この爪全体がキティちゃんと見出して、顔を全部キティちゃん、続いて、簡単なんですけど、これはシールをつけただけのネイルになります。これも、シールをつけるときはまた爪楊枝を使ってつけた方がつけやすいのと、指でつけちゃうとどうしても指紋が、ネイルについてしまうので、爪楊枝を使ってこう優しくつけていきます。ちゃんとベースが乾いた状態でシールをつけた方がよりよれなく完成しやすいと思います。で最後にトップコートをつけてよれないようにする簡単ネイルですね。小指につけているのはこのキワ製作所っていうところで買ったラインストーンですね。これは20個で170円で売ってるんですけど、かなり安いので、最近目の下とかにつけるのも流行ってるんですけど、でつけるときは必ずこのトップコートを結構重ね付けして、一回下地につけてラインストーンをつけて、また上からトップコートを塗るっていう工程を 2,3 回やった方が、結構手先使うことが多いので、トップコートをたくさんつけて取れにくくするのがおすすめです。親指のグリッターなんですけど、これは、赤とか黄色とかとピンク、全部爪に入っている色をグリッターでランダムに入れてみました。やっぱりキラキラするとこう手ってこうすごく動かすので、キラキラした方が可愛いかなと思うので、こういうグリッターを、今トータル的に考えてネイルに落とし込んでいます。これは本当塗るだけなので簡単なんですけど、位置のバランスがあるので、ちょっとこう色が重なっちゃうとバランスが悪くなっちゃうので、これも爪楊枝で固まる前に位置を考えて最後にトップコートを塗るとすごくバランスのいい感じになると思います。
ぜひパステルネイルも見てください。キティちゃんの方法とし、じゃない最初はちょっと待ってくださいね。もう一回ハケの部分、なんハケじゃないな、なんだ、下手だすいません。今日はロリータのお作法をご紹介します。汚い字を書かない、お恥ずかしい例。可愛い例。